なんと今回は、私たちの冠番組、うん、モテラの時間が、うん、50回放送記念、ありがとうございます。なんとね、皆様のおかげで、そう、生放送を迎えることができました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうこれも一重皆さんが聞いてくれるおかげです。はい、これを称しまして、そう、はい、記念の漫才をやろうと思います。はい、はい、笑ってくださいね。そんな面白くなくても笑ってください。モテラです。私ら重曹で知り合った桃友同士なんですよね。まあ人は大概重曹で出会いますからね。なんでやね、重曹をな、始まりの大地みたいに言わんといて。ああ、私でも将来な、うん、田舎に住みたいな思ってんの。田舎ええやないの、今流行ってんで、田舎に住むの、セカンドライフ。山と川と田んぼと畑があるところいいな。わあ、自然に囲まれてな、気持ちええわ。でもな、買い物にしたいから、ちょっと日位があるところがええわ。日位な、あれ日用品も何食料品も売ってて便利やっちゅうて、今も日位ないね。そうな、そうやで。ほんでな、高速から降りて5分のところがいいね。便利なとこやな、ほんまにそんなとこがええわ。そう、家族に来てもらえるしな。そうや、うん、ほんでな、大きい家建てて、おうおう、でもな、前の道は狭いね。大きい家でも道狭かったら、うん、車対面するときすごい、うん、もう大車って聞いてもキーンってなるやん、うん、しゃあないな、うん、ほんで電車でな、うん、10分のところに京都があんねん。電車で10分いたら高槻のことやん。っていうことはその田舎ってわしの実家のことやないの。ああ、早く田舎住みたいわ。何言ってんの、あんたの田舎ちゃうで、あれわしの実家や。もうやめさせてもらうわ。ありがとうございました。